平成29年7月1日、立ち入り規制が続いている阿蘇中岳第一火口への見学ツアーのあり方を探る阿蘇中岳火口モニターツアーが行われました。阿蘇中岳では3年前の8月から火山活動が活発となって、噴火警戒レベルが火口周辺規制の2に引き上げられて以降、火口への立ち入りは禁止されていました。気象庁が今年の2月、噴火警戒レベルを1に引き下げましたが、昨年10月の爆発的噴火で、火口周辺には大量の火山灰が積もり、大きな噴石が散乱したり、安全柵や火山ガス検知器が壊れていることから、火口から1キロ以内は立ち入り禁止となっていました。阿蘇市では、熊本地震で低迷している観光客を呼び戻そうと、少人数での火口見物ツアーができないか探るため、今回のモニターツアーを実施したものです。この日は、一般応募から選ばれた15人のモニターが、ヘルメットやガスマスクをつけて、9人の火口監視員に付き添われ、ジオガイドの案内で白煙を上げる中岳第一火口を見物しました。さらに一行は第一火口南側の砂千里も訪れて、遊歩道に突き刺さっている噴石などを見学しました。阿蘇火山防災会議協議会では、参加者のアンケートなどをもとに火口見学ツアーができるかどうかを協議することにしています。